シントンとか周辺は非常に特別な地域なんですね。うん、まあそうね。例えば今回の大統領選挙でいうと、うん、まああのブルーステートって言って民主党が強いところで言うと、大体カリフォルニアとか、はい、ニューヨークとか思うと思うんですけど、うん、それでも大体66割から7割弱までなんですね。うんうん、でだから逆に言うとトランプがやっぱ 3,4 割は取ってたところがね、うん、ワシントン DC っていうところは 92.7% がバイデンなんです、うん、いやもう超リベラルですね、うん、だから特別なエリアなので、うん、そこではアメリカが今どうなってるかわからないので、うん、東海岸の街をいくつか、ま、巡って、うんアメリカが今どうなってるのかなっていうのは、うん、まあ、あのいくつか見てきたんですけど、はいはいはい、うん、でどうなってるんですか。アメリカがまあちょっと先ほど聞いた感じではもう分断されて壊れてきてると、うん、まあ実際ねトランプがあれだけの票を取ってるわけですね、まあ、実際今回南北戦争以来のね、うん、あの分断のような形じゃないかというふうにも出てましたけれども、うんうん、その辺については何かこう感じるところとか。そもそもアメリカのほとんどの人はワシントン DC が嫌いなんですね。まあ日本でも何ていうかな、うん、永田町って決していいイメージがないとか、あれをもっと、うん、あの強くしてもらって、うん、で逆に言うとワシントンでやってても、うん、俺らは俺らだという自主独立の気風が各州に本来あったんですよ、うんうんうん、それぞれで、あのアメリカって皆さんよくアメリカ合衆国は一つの国だと思ってるんだけど、逆にね EU みたいなイメージを持ってもらった方がいいですね。各州全く違うから、うん、合衆国だよねまさに、うん、その国が集まってる、うん、アメリカ連合国だと思った方がいい、うんうんうん、各州に、憲法があって、うん、州兵がいて、うん最高裁判所があって、うん、あの全く違うんですね、うん、ところがね今回いくつかの州を巡ったら、例えばブラックライブスマターとか、はい、それからディファンダポリース、あの警察を解体しろとか、うん、あこれは、ね、左派側ですね。それはそれがね南部に行っても、うん、首都の、あ首都っていうかそのいわゆる州都の、州都ね、メインのところにもありとあらゆるところに書いてある、うん、だからねそのああそうですか、ワシントンで起きた政治の、うん、大統領選ではもはやなくて、うん、分断がもう全米に広がっちゃった、うん、だと思います、うん、西海岸今回見てないですけど、うん、私が今まで見ていたのは例えば大統領選のさなかに他の町に行っても意外とみんな淡々としてたんです、うん、今回1年間コロナがあって、BLM があって、うん、で大統領選があって、白人黒人それからまあ、ラテン系それから豊かな人豊かじゃない人、うん、これがね複雑に敵対し合ってしまって、うんもうかつてのアメリカには戻れないかもしれないっていうのが私の直感です、うん、まあ、率直な印象です、うん、だからそのワシントンで議事堂にお襲撃したみたいなワシントンのニュースとして見るよりも、うん、アメリカ社会とアメリカの民主主義がもう壊れつつあると思っていただいても僕はそう外れないと思う、うんうん、1月6日はアメリカ保守がもう死んだ日と言われていて、ジョージア州 の、まあ、あの補欠選挙と決選投票が両方民主党に行って50-50になったんだけど、ご存じの通りあの上院議長は副大統領でカマラ・ハリスがなりますから、もうね上院は民主党が取ったんです。そうするとバイデン政権は大統領それから上院下院マジョリティとか、要するにあのまあトリプルブルーとかね、パーフェクトブルーとかいいんだけど、うん、もう要するに予算がどんどん取っちゃう、うん、そうすると要するにね、ちょっと共和党にできることはもうほとんどない、うん、抵抗するだけ、うん、でアメリカで抵抗するのは日本の牛歩に近いフィリバスターって言って、あの一人の人が6時間ぐらい演説して、日付またいで法案ぶっ壊すみたいなね、うん、もうそういうわけわかんないことをしない限り、うん、民主党の転嫁が4年続くということは、うん、これはある意味では民主党というのは非常に危険な政権ですから、うん、内政的にも、うん、軍事的にも、
対日にもう非常に危険な政治家をたくさん抱えている政党だから、うん、この議会については僕非常に、まあ、悲観というかね警戒心は、うん、バイデン政権は役人が動かすんですよ、うん、トランプと違って、うん、ただ議会は本当に僕はちょっと背筋が凍ってますね、うん、今ね1月6日のショックのうちの日本にとってのショックはトリプルブルーになっちゃったってことだ。そうですね、上院ですよね、うん、もうあの日に、まあ、トランプがどうこうっていうよりもどっちかというと本来はその2議席がね、うん、まあ、ちゃんと取れるかっていうのだったんですけれども、うん、はいはい、でそのトランプの影響力が僕はもうほとんどなくなったと思うのは、はい、本来は1議席は絶対取れるはずだった、でもう一つの議席も、まあ、細かい話をすると、うん、今回当選した民主党の黒人の方牧師さんが当選したんですけど、うん、2位の人との決選投票だったんですね、うん、で2位の人はラフェンスバーガーっていう人で、この人は、1位の人が34ポイントぐらい取って、うん、25ポイントぐらいだったんだけど3位の人が100万票ぐらい取ってて、これが共和党とか乗っかってるから、うん、絶対勝てたはずなんですよ、うん、ところがトランプがジョージア州知事にその選挙区制を認めろとか言ってかなりこう不協和音を撒き散らした結果負けてしまったんだということで、トランプの共和党内での力がこのジョージアの今回の補欠選挙と決選投票によってトランプ離れがもう決定的になっちゃったんです。要するに日本の総理大臣だって例えばさっき花さんおっしゃってたように菅さん政権の支持率が4割切ったら、うん、野田政権とかわけわかんない話が出てくる、うん、そのいわゆるそういうのと、はい、もっとひどくなっちゃった、うん、だからトランプの政治力っていうのはもう壊滅的になっちゃったのは、はい、実はねジョージアの2議席が非常に大きいです、うん、そうですよね、まず2人落とした、はいはい、受か当選できる人を落としたということと、マジョリティを取られたのトランプのせいだってなっちゃったら、うんうんうん、まあ、共和党はもうトランプを許さないという状態になっちゃったんですね。